こんにちは、スバクールです。以前からナレーションが欲しいとの声があり、読み上げアプリを導入してみました。今回はグラインダーアタッチメントでのマルチツールを紹介します。中国製のいつもの袋、そしてボロボロの段ボール。中身はこんな感じ。グラインダーに取り付けてみます。わかりにくい取説。固定できたがしっくりこない。隙間が気になる。やはり分かりにくい。何か間違えたかな。ベアリングの位置が合っていない。取り付けの上下を間違えてました。大丈夫そうです。ノコバを取り付けます。30度刻みでつくようです。ノコバをワッシャーで挟み込み、ナットで締め付けます。専用のボックスレンチがついています。ベアリングを回転させてクリアランスを確認します。取り付け位置がずれているのか、ベアリングが当たりました。隙間がありません。バラして対策を考えます。幅の広いところ 41.3、幅の狭いところ 40.0。 アタッチメント 41.8、 サイズは問題なし。バリがありますが、突起の方が気になります。使えて奥まで入りません。ヤスリで高さを落とします。落としすぎに注意します。奥まではまったように感じます。隙間ができました。
合板をセットして切ってみます。スイッチオン。怖い。いけるか。ああ。危ない。外れてしまいました。部品が歪みそうだったので、締め付けが弱かったみたいです。隙間に何か挟んで、強く締めます。ワッシャーを挟み込みます。これで大丈夫かな。手前もリブがあり締まりきってません。これでは外れるかも。切るか。カッティングディスクで切り取ります。今度こそ大丈夫かな。いけるか。ああ。危ない。圧入しているベアリングがずれてしまいました。外れそうです。どうする？ワッシャーで高さを稼ぎ、上下逆さにつけてみます。高さ合ってます。隙間空いてます。よし、今度こそ。やはり曲がったか。
切ってみます。ああ、危ない。ナットが緩んだみたいです。強めに締めたつもりだったのですが、ベアリングがまたずれてしまいました。今回はうまくいきません。諦めます。重要な部品、この部品の剛性が高いもの、この部品はベアリングが固定されているものが良いのですが、ないかもしれません。今回は私の使い方も悪かったかもしれませんが、この動画が参考になれば嬉しいです。使い方、感想。1、サイズが微妙な部分がある。2、回転数を下げた方が良さそう。3、ネジは強めに締める。4、圧入されたベアリングがずれる場合がある。結果、圧入したベアリングがずれ始めたので断念。うまく使えた方、アドバイスください。気に入った方は高評価、チャンネル登録お願いします。